こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。おう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 、どうしたどうした、なんか放送事故みたいな。もう自分で焦って辞去って言っちゃってますもんね。いや、ちょっとこう止まってみようかなみたいな。あの2020年になってもう春で、2022年でね。2人ともグダグダですね。2022年になって、まあ、もう春、はい、星葉さんちょっと春になってやってみたいこととかあったりするんですか？勉強をもっとしたい。それは何系の？例えば語学の勉強だったりとか。だけどなんか無理だね。星葉さんお忙しいですもんね。最近なんか YouTube の番組だけで気づいたら5本ぐらいやってる。なんだろうな、メディアがだいぶすごく動画の方に寄ってきてる傾向があるかな。うん、それは感じます。 BR は早かったじゃん、やるの早かったです。7年経ってる番組なんてなかなかないと思うんだけど、うん、YouTube で7年がまず長いですもん。ファッションだけじゃなくて。そうだよね、うんうん、みんなやっぱり周りもすごくやり始めてるから、もう本当にマックスに忙しいです。なんかないことですね。なんかやりたいなとか。個人的なあれなんですけど、うん、歌のレッスンとか始めたんですよ。へえ。自分にも時間もお金も投資するタイミングかなと思って、うん、ついにあれカラオケバトルとか出んの？そういうちょっと自己投資の時間にたくさんの時間とお金を割いていこうかなっていう年にしたいなと思ってます。素晴らしいですね。ということで、はい、じゃあちょっと視聴者さんからいただいておりますコメントもお答えいただきたいなと思います。はい、これですね、バーキンの中身をご紹介してた回ですね。はい、バーキンをどこにメンテナンスに出しているか知りたいですと。メンテナンス出しますか？1年に1回とか2年に1回とか、本当に汚れた時とか、うん、傷がついた時に、まあ、革屋さんのところ持ってって、うん、全部バッグでクリーニングっていうか綺麗にしてもらって、で綺麗な状態で戻してもらうっていう、うん、まあ、それを近所のところ出したりとか。あ、エルメスに出してもいいんだけど、うん、時間かかるんだよね。普通の革のクリーニングで信用してるところがあるので、そこに出してやってもらう、うん、超特急で。あと自分でやるぐらい、革のクリームとかで、うん、クリームでちょっと綺麗にしたりっていうぐらいですかね。わかりました、はい、ありがとうございます。それでは星葉さん、はい、今日のテーマに参りたいと思います。今日はね、ここにあるんだけど、うん、シャツ。そう、2021年の7月にやった回がシャツの新しい着方っていうのをやったと思う。うん、やっぱり多様化が特に進んでて、うん、でその中でもこんなシャツが出てきたんだっていうシャツの新しいラインナップをご紹介しつつ、着こなし方まで今日はお話しできるって感じですね。なるほど。じゃあ早速ご紹介からいきますか。はい、今まで BR では紹介したことのない形かな、うんうん、バンドカラーで、しかもボタンが大きくなって、しかもポッケついてる。ちょっとレディースっぽくない？割とアウターとして着るようなイメージというか、ちょっとキャンディーみたいな色使いというかさ、確かにいちごミルク。そう、いちごミルク、まさに。でスリットがちょっと入ってて、スクエアで切ってるからオーバーで着るみたいなイメージ。でこれをシャツ1枚で当然着てもいいんだけど、こういうふうに中に T シャツを着て、ちょっと太いパンツ履いてさ、丸いボリュームのあるこう靴履いてみたいな。これはバグッタっていうね、イタリアの、まあ、ミラノのメーカー。可愛いんですよね、バグッタのシャツ。そうですね、これで値段がね、うん、3万3000円ですね、うん、ちょっとね、どういう風に着たらいいかっていう参考例がここに写真があるん で、ね、グリーンの方ですね。グリーンの方、はい、グレーの例えばベルウィッチみたいなパンツとか、うん、ちょっと進化系って感じですかね。まあ、進化系でもいいし、少しこの辺にゆとりがある、うん、下までズドンじゃなくても、ちょっとこう腰回りにゆとりがあるもので OK ってことですね。これがベルウィッチのパンツ、まさに。うーん、少し緩い気分ですね。そうですね、うん、これでもいいし、うん、あとはこれ綺麗すぎるかな、ちょっとね。わお、爽やか。ハイシーズンになったらこれでもいいかもしれないね。こっちも当然合うしさ、こっちでもね、日焼けしてたりすると似合うよね。うん、でこういう時の場合は本当、はい、ボトムに少し濃い色目を持ってくると落ち着きます。うん、うん、簡単なのはね。黒だと行き過ぎですか？いや、黒でもいいよ。あ、いいですか？ただベビーピンクとこのグレーっていうのは非常に相性がいいのね。だからすごい着こなし方としてはものすごくいいんじゃないかなと思いますね。うん、でそんなバグッタのシャツ、はい、実はこういうのもあります。おー、うん、これもボタンが大きいで、ポケットもついている、だからアウターとして着るようなシャツのイメージ。でもこう襟周りとかは、うん、まあ、普通のシャツっぽいというかぽいんですがという、うん、ここはね、よく見てもらうと、はい、シャツの襟にステッチが入ってないんですね。うん、あ、本当だ、うん、なるほど、うん、普通は
ステッチがこうやって、これは5ミリ幅で撮ってるけどステッチがないからより雰囲気がシンプルになりますよね。よりジャケットっぽく見えます。ジャケットっぽくも見えるし、うん、よりレディースっぽく見えるよね。レディースってここないんですかね。ないね。あのメンズのシャツにしたら珍しい。バグっただけどモードブランドのシャツと言ってもおかしくないぐらい、モードとクラシックが寄ってきてるよね、まあ、バグったはもともとモードブランドのシャツ作ってきたっていうところもあるからね。そういう意味でいくとその現代的というかモードな雰囲気っていうのは捉えるのはすごく上手かなと思います。で今これ襟付きじゃない、もちろんこれ1枚で着てもいいんだけど、うん、さっきみたいに T シャツを重ねることが、はい、かっこいいですね。これも全然できる。で T シャツの色は白じゃなくちゃいけないんですかっていう人もいるかもしれないけど、うん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 、これはストライプの中の色を拾ってあげることが一番ベストで、例えば白とこういう紺のストライプだったらこういうことも OK ですね。あそういうこと。これが白でもいいけど、うん、白と紺のストライプだから紺にしてるわけですね。そう、まあ、当然このシャツも白で、まあそりゃ合うわな、うん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 、で90年代だと覚えてるかな、フォトプリントの T シャツやったの。ありましたね。フォトプリントの T シャツをここに入れるのも OK。 これでもちろんこれでもいいし、もっとハイシーズン。あ、爽やかですね。で下に、まあ、ちょっと色は違うんだけどネイビーでも OK、うん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 、これもグレー使えちゃいますか。グレーでももちろん OK ですね。フォードも OK。 あー、うんうん、グレー万能だな。やっぱりグレー万能だね。これでこれで OK じゃん。いろいろできるね。不可能ということはないから、いろんな合わせをしてみると面白いんじゃないかなと思いますね。これちなみにですけど、うんうん、こういうオーバーサイズのシャツを締めて入れて着るのはあんまりですか、うん、でいや別に。あ、それもいいんですか。カジュアルな着こなしっていうのはルールがないんですよ、うん、ただし、ただし、うん、センスだね。あ、でルールないからどうとでも着てもいいんだよね、うん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 、それも自分次第だから。逆を言うと自分でルールを設けてあげた方がいいのよ。例えば、はい、同じ色で使うとかさ、あ2色にするとかさ。そういうことか。白いパンツを持ってきて、はい、まあ、これでも2色じゃない。確かに、うん、で紺のパンツにしてもいいんだけど2色じゃない。2色ですね。 それでじゃあ例えばネイビーに白のソールのスニーカーとかでもいいじゃん。なるべくちょっと制御していった方がカジュアルかっこいいんじゃないかなと思います。大人の場合は特に。でこれちなみにね、はい、こういうパターンもあるんですよ。あ、シンプルですね、うん、ボタンが白だからボタンがよく目立つという。これもさっきみたいにこれもいいよね。これで白い靴でもいいし、白と紺の王道の組み合わせもボタンが大きくなってカジュアル化しているオーバーシャツで着ることによって新しい見え方がするんで、で黒になるとちょっとモードな印象になるよね、はい、あ、かっこいいですね。これも間違いないし、うん、逆にこうもできるね、うん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 、ちょっと大人っぽくなるよ、ね、だからルールは設けてあげた方が僕はなんか着れるんじゃないかなと思います。いろいろ試してみるのがいいんじゃないかなと思いますね。星葉さんのおっしゃる2色ルールは、うん、やっぱり真似しやすいんだろうなって思うんですけど、うん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 、3色ルールでしているのがこの BR スタイルです ね。黒に中が、まあ、ブラウンの T シャツで下にベルイッチの、あ、これだ、うん、これに、うん、まあ、こういうことだよね。中のインナーの T シャツだけが違うみたい。そういうことですね。2022年のすごいトレンドって言われてるのがリラックスカジュアルって言われていて、うん、まさにリラックスカジュアルですね、うんうんうん、で今日はこういうちょっと新型のシャツだけを紹介してるわけじゃなくて、フェデリっていうのとこでも、うん、え、こんなの作っちゃったのっていうロゴ入ってますよ、うん、これあのポイントロゴを入れると、うん、スポーティーにスポーティーでよりおしゃれ感が増すみたいなのでやりましたよね。やったやったやった。それシャツでやっちゃってるんですね。そう、しかもこれ素材ちょっと伸ばしてみて、まさか、まあ、ジャージなの。わー、ジャージだ、まあ、カットソーだね。だからね、はー、でもこれもリラックスできるじゃない。いわゆるこういうリラックスカジュアルでスポーティーをまぶすっていうスタイルっていうのはこの春夏の特徴なのかなと思いますね。キラーワードですね、スポーティーをまぶす。まぶす。でこれ色はこういうちょっとラベンダーっぽい色とか、うん、カーキとかあと黒とか、うんうんうん、でこれ別に重ねてもいいんです。普通だったら1枚で着てしまうところを黒で T シャツで重ねて、こうするとまたなんかイメージが違うじゃない。1枚でさ黒い T シャツ着ちゃうとさ、どうしてもさセクシーなイメージになっちゃうじゃない。そこに女性が受け入れられるちょっと可愛いニュアンスが加わるんじゃないかなと思いますね。いや、 T シャツいいですね。これはですね、このフェデイリのカーキを使っているパターンです、はい、うん、これデニム合わせです。そうだね、だから、うん、これはさっきの白 T で言うとこれに、もうこっちのこれでもいいし、
着こなし の, その幅ですね。なんか両方使えるっていいですね。なんか海の近くでちょっとボタン開けてワイルドらしさを出すっていうのもかっこいいでしょうし、うん、全然できる。でも T シャツを着て普段使いっていうこともできるでしょうし、うん、そうだね。あとはその顔との表現の仕方かな。優しい人だったら優しく言ってもいいし、ワイルドに人だったらワイルドに言ってもいいと思うし、逆に自分の顔がワイルドだったら優しく持ってってもいいと思う。あ、そこでコントラストをつけるっていうね。そう、うんうん、どっちも楽しんでもらうのがいいんじゃないかなと思います。やっぱりシャツっていうと、うん、まだまだスーツの下に着るみたいなイメージがあったんですけど、うんうん、去年も T シャツ合わせを勉強してイメージがやっとついてきたというか、多分皆さんもなんか日常生活にどう取り入れられるかなって、うん、そろそろイメージついてきたんじゃないかなって、そうね、思うので、うん、でしかも日常使いしやすい合わせだと思うので、うん、なんかこれはすごくシャツの可能性を感じたというか、うん、そうね。あと、うん、若々しさかな、うん、だからおじさんがこれをやったりすると逆に若々しく見えていいかもしれない。なんかすっごいワイルドなさ、うん、おじさんがさ、うん、黒いシャツ着て白いパンツ履いてると、うん、うわ来たみたいな、うん、だけど中に白い T シャツと上に黒いシャツ着て、うん、なんかリラックスして白いパンツで着たら、うん、あれみたいな。ベビーピンクとか着てたらめっちゃ可愛いと思います、うん、T シャツを入れることで優しく見えるっていうことを覚えておくとすごい使えそうですね。優し見えだね。優し見え、うん、ちなみにじゃあ最後に、はい、星葉さんが試すなら、やっぱり優し見えっていうキーワードも出たので、星葉さんがなんかそういうのをうまく使おうとするならば、あーはいはい、王道配色ですかね。うーん、じゃないですか、ね、あー素敵です。いつもの着こなしの色使いで新しいシルエットでっていうのはやりやすいかな。うーん、これに茶色いローファーとか。ゆきちゃんだったらどう？そうだな、まあ白シャツで爽やかに合わせるこのシャツがすごく素敵だなって。下はこっちですかね。おお、もし紺色のパンツがあったら、ネイビーのパンツがあったら、あーネイビーもいいなって思います。うん、なるほど。でこれでちょい金ブラしてもらったりして、金ブラここドローコード。おお、なるほどね、はい。まあ、あのさ、大人になるとなんか T シャツ1枚で過ごすっていうのも抵抗があるっていう人も結構多いみたいだから。あ、そうなんですね。だからアウターとしてシャツを常に1枚持ってて、ね、こう着るっていうところも大人にはすごい需要がありそうだけどね、うん、まあ、ジャケットアウター代わりにシャツを着る、そんな着こなしもいいと。ということで今日シャツの回で、はい、シャツの新しい着こなし方によってギラつきおじさんを可愛く見せる、うん、可愛げを出すとか、いいですね、リラックスして見せるとか、うん、まあ、そんな感じだったらどうですか。もともとやっぱり男性のシャツってすごく好きなので、うん、このやっぱりカジュアルな格好をしてるのにスーツっぽさが入ってるみたいな、スーツを嫌いな女子はいないんですよ。はい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 、きっちりしてるなみたいな感じが、うん、なんかシャツを着てるとちょっと出るんですよね。あ、残るんだそれが、うん、なんかパーカーとかももちろんいいんですけど、うん、やっぱちょっとスーツの残り香があるシャツってなんかグッとくるんです女子は。うーん、だそうです皆さん、うん、覚えておきます。今度これで来ようかな。じゃあ、わー楽しみです。はい、やってみたいと思います、はい、ぜひお待ちしてます、はい、ということで皆さんこういうラインナップですね、シャツもたくさん、BR オンラインの中に揃っておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただきまして、あのいろんなアイテムでね、あのいろんな着こなしを楽しんでみてはいかがでしょうか。そうね、うん、じゃあ本日は以上ですかね。そうですね、はい、はい、皆さんまたありがとう、ありがとうございます。次回はこちらです。ジョンスメドレーの春夏もの、メンズもあるしウィメンズもあるし、ご紹介するアイテムはすべてシエランドコット、はい、男性女性いらっしゃるのでこんなの着てほしいんですけどみたいな、そのクレリックいいですかね、ちょっとシャープな印象で着てほしい。私はこの普通にデニムで合わせて、私はうわどっちだろう、こういう風に新しいそのチャレンジだったりさ、着こなし方みたいなことを聞いてチャレンジしようとするとさ、うん、俺の場合こう言っちゃってるじゃん、やりづらいよね。そうですか。万が一、うん、これで合コンがあった時に、うん、T シャツの上にねシャツ着て、うん、柔らかい感じで行くと、うん、うわ狙ってるわとかって言って逆に自分でもやっぱ実践している方法を番組で教えてくれるんだなっていう信頼感につながると思いますよ。あ、じゃあ一応印象はいいんだ、好印象なんだ。プラスかマイナスってなったらプラスだと思います。あ、
なんだ、そうなんだ、うん、今日一番勉強になったわありがとうございました。真似してみてください、はい、じゃあ最後宣伝を。はい、私寺田由紀、SNS たくさんやっております。いろんな情報をですね、ツイッターとかで適宜発信しておりますので、ぜひぜひ皆さんフォローしてください、お願いします。そして、私寺田由紀、SNS をいっぱい、じゃあ皆さんいろいろやってますんで、皆さんフォローしてください、よろしくお願いします、はい、お願いします。またお会いしましょう。はい、またね。チャンネル登録はこちら、そしておすすめ動画がこちらです。さっきなんか締めの時にまたありしょうとかってなんか適当なこと言ってた今日は入りも終わりもダメでしたね